三重大学国際忍者研究センターの、准教授の高尾でございます。今日はですね、三重大学大学院で忍者学を勉強してみたというシリーズの、第1回目であります。三重大学大学院人文社会科学研究科地域文化論専攻で忍者学を勉強している大学院生さんたちの、インタビューを取ろうと、そういうシリーズを作ろうということで、その今日は第1回目なんですね。で、三重大学の学部とかですね、あるいは大学院で忍者学を勉強することができるんですけれども、これからね、大学に進学してみたい、大学院に進学してみたい、そこで忍者学を勉強してみたいという方にとってですね、内部でどんなことやってるんだろう、忍者学ってどういうふうなことを勉強してるんだろう、どういう気持ちで勉強してるんだろうとか、そういうことわからないっていうことが多いと思うんですね。で、そういう方のためにですね、こういうインタビューがあるといいのではないかと思いまして、このようなものを企画いたしました。で、特に忍者学ですね、大学院ではですね、さっきお話ししたように、地域文化論専攻というところで、忍者学が専門に勉強することが、できるんですけど、忍者学コースっていうのが正式にあるわけでは実はないんですね。ですので、今回忍者学コースって言ってますけど、それは暫定的に言っているに過ぎないということで、ご理解をいただければと思います。で、今日は第1回目ということで、高丸さんに、お越しをいただきました。もちろんこの高丸さんというのは、ハンドルネームっていうのか、忍者ネームっていう言うんですかね、忍者界の中では忍者ネームっていう言葉が定着してるみたいですけど、ハンドルネームみたいなものなのかな。本名ではなくて、高丸さんと、高丸くんということで、今日はご登場をいただきまして、今何年生でしたっけ？今ですね、3年生ですね。3年生ですか。で、3年生で今、修論を書いていると、はい、いうことで、だから、2年間勉強したということですね。そうですね、本当だったら2年なんですけど、ちょっと僕と、遠くから通っていて、仕事しながらっていうのもあって、長期履修で3年っていう形で、はい、やらせてもらってます。はい、はい。ということなので、だいぶその忍者学、大学院の忍者学をですね、使った方、だいぶ使ってる方と、いうことで、初めて、大学院で初めて忍者学のコースを作った時の第一期生と、いうことになりますので、見ている方の関心も高いんじゃないかなというふうに、思います。で、話はですね、大体4つぐらい、お話を、していただきたいと思います。1つはですね、自己紹介ですね。今までの、学歴であるだとか、あるいは職業歴ですね、いうのをお話しいただきます。で、2つ目にですね、大学院の忍者学コースに入学した動機ですね、きっかけ、そういったことについてお話をいただきたいと思います。それから3つ目にですね、大学院の忍者学コースに入学して勉強した感想ですね、入学する前とね、何が変わったんだろうとかですね、あるいは入学した後の、勉強してみて発見したこととかですね、そういったことをお話しいただきたいというふうに思います。チャンネルのですね、題名が忍者学を勉強してみたというシリーズですので、特にここを力を入れて、お話しいただければと思います。で、4つ目にですね、終了した、後の目標ですね、目標というか展望というかですね、ぼんやりとしてでも、よろしいですので、自分の将来像をこういうものに生かしてい、たいとかですね、そういったことですね、などお話しいただければということで、だいたい4つぐらいに分けてお話しいただければと思うんですが、じゃあそれではまず1つ目ですね、高丸くんの自己紹介お願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとすいません、ネット上だと本名と、顔出しをしてなくて、
ちょっといい年してこんな格好してますけど、申し訳ないです。はい。で、忍者部としては、まあ、高まるって形で、忍者活動とかいろいろやらせていただいてるんですけど、学部生時代ですね。学部生時代は、都内の、東京都内の大学の方に通ってて、法学部で、はい、やってました。で、まあ、その後、まあ、法律生かした仕事したいなっていうことで、新卒で、検索サービスとかを手掛ける、IT 企業に就職しまして、有名な企業ですよね。まあ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 、そうですね。大体皆さん知ってる。社名は出せない。はい、そうですね。今、清井町ってところにある、なるほど。はい。そうですね。でそこで大体5年間ぐらいは、法務部っていうところで、契約書の作成だったりとか、訴訟の対応だったりとか。あ、そうなんですね。だから法学部だから、はい。そういうセクションにいたわけですよね。そうです、そうです、そうです。でもインターネットもだいぶ、お得意でいらっしゃって、まあ、そうですね。なんかプログラミングとかはやるわけではないんですけど、まあ、いろんなネットを使ったビジネスとかサービスとかはいろいろ詳しいかな。なるほど。はい。で、まあ、その後ちょっと部署移動して5年間ぐらいはオークションのサービスっていうのを、はい、やってまして、そこでまあ新規事業、新規サービスの開発だったりとか、まあ、なんか企業の M&A とか、なんか新規サービス の, プロダクトマネージャーとか、まあ、なんかそういったのをやって、そのサービスみたいなのやってました。すごいですね。なんか聞いててなんだかわけがわからないんです。すいません、すいません。なんか横文字とかいっぱい出てきちゃって。はい。まあなんかいろんなそんな感じで経験をしてきてたんですけど、で、ちょうど2年半ぐらい前に、まあ、大学院進学を機に、ちょっとまあ、週1回、三重県に通わなきゃいけないってことで、前の会社はちょっとね、毎週1日休むってちょっとできなかったんで、ちょっとそれを機にちょっと融通聞くところに転職しようって形で、転職をしましたね。で今はその日本忍者協議会っていう、まあ、全国の各忍者ゆかりの地を持ってる自治体さんが集まって、まあ、忍者を盛り上げていこうっていう団体の事務局を運営している会社、そこに、所属しております。なので、まあ、忍者情報の広報だったりとか、その忍者関連 の, サービスとか開発だったりとか、あと、まあ、映像の制作とかイベントの運営とかも本当に、でも経理とかもいろいろやってるので、ほとんど全部やってるって感じですね。じゃあ、ほとんど毎職と変わらないんじゃないですか？いや、でも、やっぱり全然、業界が違うので、その、なんでしょう、ネットももちろん、まあ、どの業界でもネットは使っていくんですけど、やっぱり、あれですね、その観光庁との対応というか、観光庁とか自治体の対応とかは、全然やっぱ今までと違うなっていう感じはします。ああ、なるほど。はい、はい、はい。なんかね、大学院生の方々は社会人学生の方が多いんですけど、なんか持っているスキルが皆さんとんがってるんですよね。非常にその専門家が多くって、で頑張っていらっしゃった方が多いんですよ、その分野でね。だからなんか皆さんそれぞれもう現代の忍者のようにのような存在で、忍者ってなんか特殊技能を持ってるじゃないですか。で、だから忍者を研究しようとしていらっしゃる大学院生の方も、忍者みたいな存在なんですよ、そういう意味では。みんななんか得意分野を持っていてね。すごいですよね、他の方もね。まあ中国語がペラペラ喋れたりだとかね、英語がペラペラ喋れたりだとかね、そういうかなり、特殊技能を持った方が多くて、ちょっとびっくりはするんですけどね。うん。なんか今までの話で全くその忍者集が全くしなかったんですけど。そうですね。まあ、なんか忍者入学した動機をちょっと教えていただけますか。そうですね。まあちょっと忍者に関する部分で言うと、まあちっちゃい頃からこう忍者の作品とかはすごい好きで、まあ特に忍たま乱太郎の原作の落第忍者乱太郎っていうのがあるんですけど、まああれのその土井先生の忍術解説がすごい好きだったんですよ。まあその頃からずっとまあ、フィクション作品はその大学生ぐらいまでいろいろゲームだったりとか漫画だったりっていうのをね、楽しんではいたんですけど、あれですね、まあ、社会人になってからなんかこうリアルな忍者にドハマりしまして、でまあその全国の忍者スポットとかいろんな忍者さんたちにこう会いに行って遊んだりとか、っていうふうに なんかしてたんですよね、社会人2、3年目ぐらいの時。で、まあ、それで、こう、いろんな人に会ったり、いろんな人の活動を目の当たりにするにつれて、すごくこう、この忍者面白いなって思って、忍者の素晴らしさもっと伝えたいなっていうので、自分で、個人で、その忍者区っていう、
あの忍者のウェブサイトを作ったんですよ。で、まあ、それでこういろんな人にインタビューしたりとか、あの忍者の解説だったりとかを作っていて、で、まあ、今ではその YouTube だったりネットラジオとか、まあ、あのそういうので発信してるんですけど、で、まあ、そういうのをやっていった時に、そのこの伊賀の講座、忍者忍術学講座、今はちょっと YouTube でやってるやつありますけど、あのずっともう5、6年ぐらい前からやってますよね、毎週ハイトピアで。そこにも、あの当初は毎月東京から夜行バス乗って聞きに行って、で、まあ、それでこう、なんかこう、その頃から、5、6年ぐらい前から三重大が研究始めたっていうのですごいこう注目をしていて、で、やっぱあの研究の内容も今までこう仕入れてきた忍者本とかの知識とは全然違ったもので、すごい目から鱗みたいな感じだったんですよね。だからすごい楽しかったんですけど、まあ、その中でこう、自分で研究するっていうよりかは、その先生方の研究成果を聞くのが楽しいっていう状況がありました。はいはい、で、ただ、4年ぐらい前に、東京のお台場の科学未来館で、ああ、ありましたね。ザ・忍者、忍者ってなんじゃっていう。ああ、私も拝見しました。はいはい、私その時、三重大にいませんでしたけど。そうですよね。はいはい。で、あの時の大規模な企画展示っていうのがあって、はい、でその時にその忍者区としてその PR 会社さんと連携したあの取材とかをしてたんですよ。はい、で、まあ、それで記事とかいろいろ書いてたんですけど、あの三重大の先生方が毎週入れ替わり立ち替わりあの講座を行うっていうのがあって、はいはい、でその時に吉丸先生 の、 あの、うん、今ではかなりお世話になってますけど、うん、吉丸先生のなんか研究でその忍者像の形成と変遷っていう、うん、まあ自分たちが、思い描いてる忍者イメージがどうやってこうなってったかっていうそこの講座を聞いたときになんかすっごい衝撃を受けてしまって、あなんかこう自分がずっと大好きだった現代の忍者とあとまあ今まで研究で聞いてた史実の過去の忍者、これがなんかつながった一本の線でつながったみたいな、なんかすごいなんか青天の霹靂みたいなところがあって、ああこれはなんかこう、今まで聞いてるだけであれでしたけど、そこのなんか、なんか繋げるっていうところの作業って、まさにそう研究でやるところだと思うので、なんか、これちょっと自分でもやってみたいなっていうふうに思って、それしたらなんかその翌年ぐらいに忍者学校室始まりますみたいな。はいはいはい。そうになったんで、もう、行きますっていう感じで、あしたって感じですかね。いや、吉丸先生、それ聞いたら喜びますね。そうです、確かに行ったことないかもしれないです。行ったことないですか？今度行ってあげてください。そうですね、はい。要するに、その史実の忍者とフィクションの忍者とこう、つながるような、で、フィクションの忍者がどういうふうにこう変遷していったかという、そういうことですよね。そうですね、はいはい。なるほどね。あのでもなんか、まあ、いろんなその何ていうのハマり方ってあると思うんですね。うん、あのまあうーんマニアとか、まあ、まあオタクって言ったら失礼なのかな。なんか そういうあのある分野にあの集中して興味を持つ人っていうのはこの世の中にはたくさんいると思うんですけど、大学院に入るまであのハマるっていう方はそれは当たり前ではないと思うんですよ。どの分野にしても。ああそうですかね、はいはい、うん、なんかその大学院に入って、まあ、修士号を取ったとしてもすぐ何かものが発生するわけじゃないし、はいはいはい、あのねまあ、就職は、まあ、そういう部分で就職できればいいのだろうし、まあ、大学院としてもそれをあの望んではいるのだけども修了後の進路としてね望んでいるんだけれども、必ずしもね、うまくそういう関係のものに就職できるとも限らないわけだから、で、お金もずいぶん使って、そうですね、まあ、忍者忍術学講座に夜行バス使って来ていただいていたということですけれども、かなりね、福島、あごめんなさい、中丸さんのあのハマり方はかなりあれですよね、ハマりすぎてるような感じもするんだけど、はいはい、なんかそこら辺は どういうお心持ちなんですかね。そうですね、まあ一つにやっぱり忍者の発信活動みたいのをしている中で、まあ、いろんなこうネタっていうのはあるんですけど、まあ基本的にはやっぱフィクションだったりショーだったりその観光だったりっていうところが、まあ、そういったのが先行してる業界だと思っていて、
で、まあ、大体もう、なんか想定以上のものは出てこないな、みたいなところがあるんです。オタクとしても、なんか大体似通ったものっていうのがある中で、その中でまだ可能性を秘めてるっていうのが、その研究による、そのまだ知らぬ忍者の事実が発掘されていくっていうところが、まあ、多分あるなと思っていました。なので、より、まあ、オタクとして、ある程度、まあ、規制、まあ、オーソドックスな忍者っていうところに関しては、まあ、ある程度こう、なんだろう、把握したっていう状況の中で、もっともっと忍者面白く楽しみたいと思った時に、やっぱ可能性を感じたのが研究だったっていうことだと思いますね。忍者学とか忍者とかそういうものに非常にそのポテンシャルを感じたということですかね。そうですね、はい、うん。で、まあさらにやっぱり先生方の本当に研究成果が本当に面白いので、あの多根先生のあの忍者の末裔とかも、まあ、読んで記事とか書いてましたけど、やっぱりあのそれをとにかくあの、まあ、講座とかではなくてちゃんと授業でこうやって、まあ、妻とかあの他の生徒と一緒にこう少人数でこういろいろ指導いただけるっていう機会っていうのは、まあ本当に自分にとってはもう何事にも変えがたい素晴らしい機会だなっていうのが、はい、ありましたので、もう楽しみしかなかったですね。あのいつかちょっとあの高丸さんにお聞きしたことがあったんですけど、あのなんで忍者なんでしょうか。あの、まあ、武士とかね、いろいろあるじゃないですか。武士一般とか、はいはいはい、うん、日本の歴史だとかので、江戸時代とかね、どうして忍者なのかなという、そもそもそう、いろいろなのがあるうちで。そうですね、まあもともと忍者が好きだったってところはありますけども、まあ、いつから好きだったんですか。まあ、小3ぐらいですかね。小3。さっきあの忍たま乱太郎っておっしゃってましたよね。はい、はいはいはい。それを見ていたのは子供の頃。そうですね。その頃からということですか。まあでもそこまでがっつり入ってたって感じではなかったんです。ああ、まあ普通の子供は忍たま乱太郎とか見ますよね。まあ、そうですね、そんぐらいの感じではありましたけど、うん、まあなんでいつ頃からどうやってあ、それで言うと、まあなんとなく好きだったっていうところの中で、なんだっけ、東京に外国人向けの忍者体験を提供している武蔵一族さんっていう団体があるんですけど、まあ、そこに行ってそのちゃんとした手裏剣だったりとか、なんかいろんな、術だったりとか、そういったのをちょっと見せていただいた時にすごくガッとハマっちゃったっていう感じでしたね。なんですけど、まあで、なんでじゃあその忍者なのかっていうところに関して言うと、まあ、あとはその、あんまり人がやってないとこをやりたいっていうところもありますし、まあ、それに、あれですね、すごく、なんか生き方というか、なんか自分のやつにすごい合ってるなっていうふうなところを思っていて、まあ、特に忍者の中の、なんでしょう、まあ、勉強してからしていくほど、なんかこう、あんまりこう、自分の能力をひけらかさず、そんなにこう、自慢とかをせず、だけど裏ではめちゃめちゃすげえことやってるみたいな、なんかそういう、まあ、忍者像っていうのが、自分的に、ね、そうですね、うん、好きで、まあ、ノンアルタカ爪を隠すじゃないですけど、まあ、そういったのがすごい憧れというかかっこいいなっていう思があって、まあそういったのをもうちょっと突き詰めたいなという感じがありますね。まあ、まあ史実的にもね、特殊技能を持った、まあ、下級武士ということになりますので、まあそういう部分はね、確かにあって、そういう技術が忍術書の中に書いてあるわけですけど、まあ、なんかこう自分の特殊技能を持っていると、でそれを普段は隠して、生きているっていうようなね、ことすごくね、あ、そういうのに憧れるってことすごくよくわかるんですよ。あ、僕もね、藤沢、まあフィクションですけどね、藤沢周平っていう歴史小説家がいますよね。その先生の作品がすごく好きで、藤沢周平の映画が、2本私時代考証してるんですよ。でそれは藤沢周平が好きで、映画の時代考証のオファーが来た時に2つ返事でお引き受けしたんですけどそれは嬉しいです普段は剣の忍術じゃなくて剣術ね、剣術 の、 名人なんですよね、その小説の登場人物たちはね、剣術 の、 名人なんです。だけど普段は何やってるかっていうと、なんか同僚からバカにされたりだとか、妻や子供からバカにされたりだとかっていうね、
普通の家庭人なんです。だけど藩に騒動が起こってで時にこう大活躍する、そういう話なんですけど、そういう、まあ、パターンがあるんですね、中継のね。だからなんかすごくその気持ちはすごくよくわかりますね。私もあの非常勤の、公務員だった中で、まあ、歴史研究してきたので、でその気持ちはすごくよくわかりますね。はいはい、わかりました、ありがとうございます。で、入学した動機についてはあのお聞きしましたので、次にあの3つ目ですね、忍者学コースに入学して勉強した感想をちょっといただければと思います。はい、まあ、本当にこうメリットというかあの楽しかったろうとかそういったのはもういっぱいいっぱいあるんですけど、まずちょっとデメリットから言っていいですか。あ、どうぞどうぞ率直に。はい、はい、あれですね、この忍術学っていうのをこう始めて研究とか始めて、もう一つ決定的に、ね、へこむことがあるんですよね。へこむことがあって、うん、こうそれまでずっと慣れ親しんできたこう忍者のロマンだったりの知識だったりっていうのがもうとにかく壊されまくるというか夢を壊す夢を壊す忍者が壊れますそうですね、まあ、やっぱりこうそれまでの忍者好きとしてはこう大体その歴史群像とか、まあ、そういう忍者本っていう昭和の忍者本みたいなところを読んで、そうだよね、それを元にしたなんかこう解説本とかを読んで育ってきたんですよね、その大学生ぐらいまでは。なんですけど、こうやっぱこう実際に研究 の, そのアカデミックなところに入ってくると、え、忍者って下級武士だったんですかとかなんかこう、え、松尾芭蕉忍者じゃないんですかとか、くのいちいないですかみたいな、なんかもうなんか自分の中のアイデンティティがどんどん忍者アイデンティティが崩れていくみたいな、なんかそういう感じがあって、こう入学当初はこう毎週この新幹線で朝始発で行って夜終わって帰っていくときにずっと混んでました衝撃でだから、まあ、学問だからね、本当のことをね、そうだそう、まあ、まあ忍術道場だとか漫画だとか、そういったことで語られていることとだいぶ違うことをやるわけですよね。だからちょっとびっくりするかもしれないですね。びっくりすると思います。だからこう忍者をこう純粋フィクションとして楽しんでる人がもしそのこういう風なところに来てっていう時はそれ覚悟しといた方がいいかなと思いますね。うん、なるほど、すごく有益な情報ですねはい、まあでも、まあ、それが逆にこう良かったというか研究をする面では良かった面はあるかなと思っていて、で、まあ、こびりついてたこう忍者の固定概念みたいなのが、まあ、結構壊されたというか、まあ、もちろんまだちょっと残ってはいるんですけど、まあ、それでこう意識として変わった部分が2つあるかなと思っています。で、1つはやっぱりそういうその今まで言われてたこととかフィクションとかで出てたような話よりももっと面白い事実が逆になんかこう発見できるっていう楽しさ、まあ、ここがすごくあるなと思っていて、例えばですけど、タコ先生と読んでいるの授業で読んでる鳥取藩の文書あるじゃないですか、伊賀門。はいはい。はいはい。で、まあ、なんか、うっかりお殿様のお風呂の警護をすっぽかして、なんか、藩を追放されるみたいな忍者がいたとか。忍たま乱太郎によく出てきた。そうっすね。どちら忍者どちら忍者もう意外と史実だったみたいなね。そう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 、そうなんですよ。そういうのが、なんかこう、超人的なイメージの、なんか忍者がすごい人間らしいところが結構まあ発見できたときに、ああ忍者も人間だったんだなっていうものがすごい好物です、うん、結構なんか資料読んでるとさ、なんか面白いのがあるよね。ありますね。なんかあの曲げを言えなくってハゲてさ、曲げが言えなくって隠居するとかね。これね、武士一般の社会において、はい、よくある事例みたいで、髪の毛がね、たまら、生えなくなって、眉毛が言えないということをきっかけに、隠居するっていうのは、うんうん、まあ、忍びのものに限らず、武家社会一般に あるみたいなんですね。うん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 、でも、そういう資料も出てきましたよね。そうですね。うん。髷が言えなくて隠居するって、え、そこかっていう感じだね。そう、ハゲたらもう終わりみたいな感じが。ハゲ見たら終わりって、まあ、つまり髪というものと、あとそのや、食というか、薬というか、そういったものですね、との関係っていうのは非常に興味深いですよね。まあ、これは忍びに限った話じゃなくて、武家社会一般の問題ですけどね。
結構読んで、生の資料見てて、なんかすごく発見ありますよね。あ、いっぱいありますね、やっぱ。うん、まだ忍者の固定観念とはまた全然違う、すごく面白い実があるっていうのが、やっぱこう研究やって、すごく勉強になってるなっていう思うところが一つですね。あともう一つは、その逆にその今までこう思い描いてる忍者のイメージみたいなところを、まあ少し裏付けできるような資料が出てきて、さらにこうグッと熱くなるみたいなところもあって、例えばですけど、まあ、これも高尾先生の授業で読んでるやつですけど、なんだっけ、昔からこう、桃地丹波とか、桃地三太夫とか、まあ、フィクションでは桃地三太夫とか言います、ね。桃地三太夫っていうね。ね、まあ、今の。フィクションだけどね、そういう。そうですね。うん、今の、まあ、上人というか、三代上人ってよく言われる方たちですけど、まあ、彼が住んでた宝城っていう伊賀の地域に関して、やっぱ、そういったところが好きな、忍者オタクとしては聖地なわけですよ。はいはい。で、まあ、つっても、まあ、桃地だけだろうなっていう感じしか今までなかったんですけど、まあ、タコ先生の授業で読んでる、貝の毛文書っていう、まあ、伊賀者のなんかね、エリートの親類書きとか見ていくと、この宝城の地に、こう、なんか江戸時代に伊賀者を務めたエリートの地図ばっかり住んでるみたいな、なんかすっごいことになってて、どんだけ宝城すげえんだみたいな。で、そこにやっぱり、桃地の名前も出てるじゃないですか。そうそうそう。この辺がね、やっぱね、興奮するという感じがあります。いや、僕も興奮してますね。だから、伊賀の国における宝城の村という位置づけですね。日本領域っていう古代の、摂馬宗の中に、伊賀の国の上城の里って出てくるんですよ。これが宝城村に、後の宝城村に否定されてるんですけども、随分歴史の古い里みたいなんですよね。まあ現地行くと多分山深いところだと思いますけれども、まあ、それでも古い歴史があるんですよね。それから僕幕府の御家人やってますけども、御家人の伊賀者のことをやってますけども、幕府の御家人の伊賀者で宝城っていう家があるんですよ。それは土地の名前を取って名字にしてるんだと思うんですけど、というのがあるので、やっぱりいろんな観点からこれからね、忍者研究と宝城地域って、ちょっと力を入れて勉強研究してみる価値ありそうですよね。なんかこう読んでてね、いろんな発見ありますよね。いや本当楽しいなと思います。なるほど。そうですね、まとめると、その結局あれですね、まあ、今まではそのフィクションとかいろんな人が作ったり解説したその忍者っていうところを授業して楽しんでいたっていうタイプでしたけども、その研究することによってもっと面白い忍者を自分からこう追求して発掘していけるというか、まあ、そういったものに変わっていったっていうのが、まあ、やっぱ三重大の忍者学コース入ってから大きく変わった部分かなと思います。まあ要するに崩れて、はい、また別のものが形作られてという。そうですね、確かにそういう感じです。ただ なんとなくやっぱ忍者学の特有のなんかその研究におけるリスクみたいなところもあるかなと思っていて、さっきちょっと最初に言った崩れる崩れないってあるんですけど、結構、まあ、他の研究者の方見ていてもそう思うんですけど、自分はこう忍者という存在に対してこういう結論を出したいとか、こうなのではないかというバイアスみたいなのがすごいやっぱり他の学問に比べてでかいのかなっていうのがちょっと思っていて、自分もまだ抜けられてないんですよね。そのスパイ的な諜報イコール忍者っていうところで、まあテーマとしては探りたいなとは思ってはいるんですけど、結構まあそういったところをちゃんと壊して研究しっかりしていかないと、そういったバイアスに引きずられちゃうみたいなところがすごくでかいだなっていうのは最近すごく思います。僕もね、同じことを考えてます。やっぱり研究者自身もね、まあ今の研究者の子供の頃は忍たま乱太郎っていうのはなかったかもしれないけども、まあ日本人であれば忍者文化に使ってきてるわけじゃないですか。だから大人になって研究者になってもですよ、やっぱり今までの忍者イメージって引きずられちゃう可能性もあるんですよ。それぐらいやっぱりフィクションの忍者文化っていうのはやっぱり影響力強いですよね。でやっぱりフィクションの忍者っていうものが発達しなければ忍者学はなかったんだっていう高丸くんのね名言。いや僕は本当にその通りだなと思います。当たり前のことを言ってるんだけども本当にその通りだと思っていて、
で、やっぱりその、まあ、結構そのに今までの忍者像というのをこう取り除いて資料を見るっていうのはね、あのすごくあの大事なことなんですよね。で、大体忍術書なんか読んでも、なんかこう一生懸命修行しないとできないことっていうのじゃなくて、なんかこう知ってしまえば、まあある程度そこそこ誰でもできるような技術が書いてあるじゃないですか。そうなんです。そういうようなことがいわゆる忍術なんですよね。はい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 。だからこそあの秘書としなければならなかったっていう部分もあると思うんですよ。ですね。はい。うん。だから知られてしまうと誰でもできる。だからその種も仕掛けもございませんっていうあのマジックありますよね。でもあのマジック種も仕掛けも知らなければすごい不思議だな、すごいなと思うかもしれないけど、仕掛けを知ってしまえば誰でもできるとかね、そういうのがあると思うんですけれども、まあ、忍術ってね、だいぶそういうのが多かったりとかするんですよね。で、今までの修行だとね、今までのイメージだとね、あの忍術をすごい修行して、あの超人的な能力を発揮してとかね、そういうもののイメージだと思うんだけど、実はそうでもなくて、なんかこう、忍び込んだりだとか諜報活動をしたりする時の一つの、ちょっとした技術っていうもののこう集大成なんですよね、忍術っていうのはね。それが逆に真に迫っていて、なるほどなっていうようなところはありますよね。あります、あります、すごく、うん、だからそういう部分をやっぱり研究者もね、気をつけていかなければいけないっていう部分はあるんで、すごくあのご指摘の通りだと思いますね。で、それからやっぱりこう、やっぱり壊れてまた形作るってすごく大事で、あの今までの忍者像を壊すだけじゃなくて、新しい価値をね、そうですね、はい、出していくっていうのがあのとても大事だなと思います。で、やっぱり一人で研究してるんじゃなくて、まあその高丸さんたち その大学院生の方々と一緒になんか研究していって、まあ、教員も一緒になんか発見していくっていうのが、まあ、とっても忍者学コースとしては楽しい場になってるのかなと思うんですよね。そうですね、はい、うん、いやでもなんか私、高丸くんはねすごくあの教えてて気持ちいいんですよ。どういうことですかそれ。あのね、なんか反応がいいんです。ああ、そうです。なるほどなるほど、うん、あの素直に反応してってくれる人って教えるのに教えやすいんですよ。ああ、はい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 、はい、で高丸くんってすごい反応がいいから教えるのすごく気持ちいいんですよね。いやだってすごい楽しいですもん。だって忍者のねこんなことがいろいろお話しいただいて、うん、だけどすごく反応がいい、よいいのはすごく助かります。あ、本当ですか、わかりました、これから、うん、打つとなんかちゃんと音が返ってきてくださるっていうのかな。はい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 、はい。で、僕の講義って、僕の講義に限っての話なんですけども、崩し字の講義じゃないですか、ほとんど。そうですね、はいはい。忍者に何にも関係なかったりするような崩し字を延々と読ませるみたいなね。あ、最初はそうです。まあ、つまり、まあ、近世史全般の、で、あの、理解しなければならないこと。例えば、検知帳だとか、名寄せ帳だとか、宗門人別帳だとか、そういう制度史上で非常に重要な資料を延々と読ませるでしょ。はいはいはい。で、全然忍者関係ないじゃないですか、最初は。最初はそうですよね、はい。うん、そういうことに関して、なんか戸惑いとかありました？自分は苦ではなかったですね。っていうのも、やっぱりその目的が、その忍術、まあ、忍者の優勝書きだったりとか、忍者に関する資料とかを、まあ、これまでも、なんか崩し読みたいと思って、そのいろいろ読んでみたけど、挫折してっていう状況ではあったんですよ。あ、前読んでたんですか？結構あの NHK の崩し字講座とか通信。そうなんだ。はい。なんですけど。NHK 学園？そうそうそう、そうです、そうです。ああ、森保彦先生のやつだ。そう。まあ多分ちゃんとやればできたのかもしれないですけど、ちょっと忙しくできなかったりとか、はい、結構挫折していたんですよね。まあそういったのもあって、その忍術書とか、あの忍者の資料を読みたいっていう思いはすごい強くて、崩しも読みたいって思いは強かったので、まあそれがちゃんとあの、結構しかも高尾先生、みっちりやってくださるじゃないですか。もうみっちりやりますよ。そうそうそう。まあ、なので、すごく逆にありがたかったんですけどね。はい、いやー、もう、あの忍者学ね、入学 した方にね、一度忍者忘れろって言いますからね。もう忍者忘れろって。忍者忘れろって言って、それで忍者とは関係ないことを延々と
で、それで忍者学でまた帰った時に、その知識がまた生きてくるようになるからっていう、そういう趣旨なんですよ。あ、でもそうだと思います。だから忍者史っていうのは日本史の中の忍者史なんで、そこら辺分かっていただきたいなというのは思うんですよね。だから専門的に研究するってどういうことかっていうことを知っていただくということなんですよね、はい、でもあれですね、高丸くんってそういう文献からやっていこう、考えていこうっていうのかな、テキストから考えていこうっていうのかな、そういう考えはちゃんとあるんですね。どういうことですか？入学する前から。ああ、そうですね。うん、だからまあその日本史だとか忍者だとかそういったことをにアプローチしようっていう時に、はい、大体普通なんかこう解説書を読んで終わりになるじゃないですか。うんうんうん、それが普通の人だと思うんですけど、古文書から読んでみようっていうのはそれはちょっと当たり前ではないと思うんですよ。まあでもそれで言うと、こう近くにそういう忍者のなんかすごいマニア、友達がいたからだと思います。ああ、そのお友達の影響を受けてっていうこともあるんですね。はい、あの忍びの館というウェブサイト。ああ、はい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 、彼からよくね、あのたまにそのこんな面白い資料があるんだよって教えてもらったりとかしてたので、はいはいはい、それでだと思いますね。はい、はい、あの忍者学をにどっぷりハマっている某あの伊賀者研究者の方のことですね。そうですね。あのサイトを開いてね、国際忍者学会の運営にもやられてる。私もだいぶお世話になっておりますけども、はいはい、その方の影響っていうのも大きいわけですね。でかいと思いますね、本当。はい、まあまあ、じゃあそうするとやっぱり忍者学に入ったきっかけも含めてとてもやっぱりこう人間関係に恵まれてるってことはありますね、高丸さんのね。まあ、そうだと思います。本当に周りの素晴らしい忍者の人たちがいっぱいいたので、はい、いや僕もくずし寺からガシガシやって、あの忍者関係ないくずし寺をいっぱい読ませてね、それで学生の反応っていうのはちょっと気にはなってたんですよ。ああ、そうです、うん、まあ、だけど、まあ、高丸さんがそうやって喜んでいただいてるみたいで、まあ、ちょっと安心はしましたね。僕はですけどね、他の人がどうかはちょっと分かんないので。そうだね。ちょっと聞いてみてください。うん、ただ、はい、やっぱり、まあ、大学院を修了した後のことも、私たち教員は考えているので、修論かければまあいいやっていうことにはならないのですよ、やっぱり。修了してからまた長い研究生活がありますからね、まあ、研究するかどうか分かりませんけど研究生活があると仮定した場合での修士号を授けますのでそういう意味ではやっぱり狭い知識だけを授けるわけにはいかないというか。あ、でもそういうあります。そういった意味だと一つ、まあ、先生方のおかげで身についたというか、一つ今までとは全然違う感じのアプローチになったなって思うのは、その高尾先生とかはやっぱこう講義というかその資料とか解説するときもなんか一つの単語、すっごい何でもない一つの単語について20分30分話したりするじゃないですか。これは裏側ではこうだっていう、でそういう、なんで最初はここにこんなに時間取るんだろう、もっと資料作るのにって最初は思ってたんですよ。でも、うん、結局その自分で研究、今論文とか書こうとしたときに、そのこの用語って果たしてどういう意味で使われてるか、どういう背景があってここにあるのかっていうのをちゃんと理解して一つ一つ調べて読んでいかないと、まあ、正しい理解にはならないなっていうのをすごく感じる部分で、そういった必ずそういう先生方は一つ一つ全部わからないとこを飛ばさないというかっていう姿勢は身についたなと思います。でそれはすごく良かったなと思ってます。はい、あ、うん、そうなんです。やっぱりね、姿勢なんですよ。分からなくてもいいから、やっぱりね、悩んでる姿をね、学生に見せるっていうのもこれ一つの。そういうことなんですか。こだわる姿勢を示すっていうのかな、はい、そういうことがすごく大事でね、私の指導教授の、また上の、先生で、家永三郎っていうね、教科書裁判で有名な先生がいらっしゃいましたけど、資料購読の時間に、天皇っていう2文字が出てきて、その天皇っていう2文字だけで1時間半の講義が終わったっていう、そういう話を私の指導教授から聞いたことがあるんですけど、そういう世界なんですよ。
そういうことですよね。それはちょっと今までそのビジネス世界だと全然なかったことだったので。ビジネスだともう早く先に仕事始めろとか進めろとかそういうことですよね。そうですね。効率の世界ですよね。そうでしたね。はい。まあ、世間的にはそっちの方が当たり前なのかもしれないけど、その世間とは一度切り離したところで、どういう学問をしているのかっていう、どういう感じで学問をしているのかっていうことを教えるのがやっぱり大学院だと思うので、だからいろんなことを教えてきましたけど、なんかやっぱり、まあ、高丸くんにそこの部分を感じていただいたっていうのは僕はすごく嬉しいですね。本当ですか。いや、やっぱり、ね、そこなんですよ。やっぱりそこなんです。やっぱり態度っていうかね、心持ちっていうかね、そこなんですよ、やっぱり。そこなんです。すごく良かったです。はいはい。じゃあ、ちょっと、じゃあ、一番最後の4つ目ですけども、終了した後の、まあ、展望というか、目標というか、そういうのがありましたら、教えていただけますか？そうですね。まあ、ちょっと今ちょっと修論のテーマ的なところでいくと、その、まあ、忍術書をメインにやっていて、結構その忍者研究会では、その江戸時代の初版の忍者の基礎研究というのがトレンドかなってなんとなく思っているんですけど、まあ、やっぱりそうさっき言ったように、ちょっとあんま同じ人と同じことをやりたくないなっていうところもあって、で、まあ別の、その忍術書っていうアプローチから、研究するってことを、就論だけじゃなくて、この先もちょっとずっとやっていきたいなっていうのがちょっとありますね。で、まあ、最初に言ったように、新玉太郎の土井先生の二次解説とかも好きだったっていうのもありますけど、なんでしょうね、今はその番宣集会の比較研究っていうのをちょっとやっていまして、就論としてはそれを出そうかなと思ってるんですけど、そうですね、まあ、結構その番宣集会って、他の本、定法書とかを丸写ししてるやつとかが多いっていうのはいろんな本でも書かれてるんですけど、まあ、具体的にどこがどう引用されてるかっていうところまでは多分研究進んでないんですよね。なのでそれをやって、でもし写したものを全部こう取り除いていくと、伊賀のあの忍者のあのオリジナルな忍術とかが炙り出されるんじゃないかっていう仮説を持っていて、でそれをやりたいっていうふうに、まあ、去年ね、言ったんですけど、でもそのためだったらまずはオリジナルな原本に近いあの忍術書を特定しなきゃダメだろうって先生に言われて、おっしゃる通りと思って、そうですよ。だから結局忍術書ってそのどの伝本研究すらあのちゃんとできてないっていう状況なんですよね、なので今はそこをやるっていう風なやつでやっています。まあ基礎的なね、研究がないと話が始まらないんですよね。どのテキストを見ればいいのかわからないってことになりますから。そうなんですよ。だから本当はだからそこを趣旨でやって、まあ、その先っていうところを三重大の博士課程でできたらすごくいいなっていうふうには思っているんですけど、あの人文系博士行くの？行けたらいいなと思ってるんですけど、でもないじゃないですか、三重大に博士課程。でも、三橋さんが今在籍しますね。はい。まあちょっと三橋さんはその地域観光学的なもので地域のベースにすごくマッチしてるんで、すごく全然いいと思うんですけど、こういう忍術書っていうところをやろうとしたときに、あれ理系じゃないですか、完全に。どっちかっていう。あの地域イノベーション学科の博士課程。いや、でも、あの文系の先生もいらっしゃいますし。なんかしっくりこないですよね。他の大学院とか、まあ、三重大のね、博士後期課程の、まあ、制度的な問題が、なんかクリアすれば、まあ、山田先生が指導できれば、博士課程に行く価値もあるとは思うんですよね。そうですね。まあ一旦は、いつか人文でできたらとか、まあ他の大学があったらっていうぐらいで、一旦はちょっとそういったところには進まずにって感じでいこうかなと思ってます。まあ、藤田先生という文系の先生も在籍していますし、制度的には、山田先生も関与することは、可能なんだろうと思いますので、三橋さんは山田先生の講義を受けることできているんですよね。受けてはいますね。ああ、なるほど。じゃあ制度的にね。で、私もね、立正大学という大学の大学院に在籍してましたけども、他の大学のゼミとかにずっと入り浸っていたりとかですね、そういうことはありましたんで、そこら辺はね、研究環境なんですよね、要は。制度的な問題は、
あるとは言えど、研究環境さえ、しっかりしておれば、まあ、どこの大学院でも、できるかなと思いますし、あと、まあ、もうなんか高丸さんは、まあ、コンピューターだとかホームだとかそういったことでかなり技術は持っていらっしゃるので、なんか食いっぱぐれることがないような感じがしますけどね。あ、まあ、それはあると思います。どうしてもね、やっぱり博士後期課程っていうとね、就職問題っていうのがやっぱりもう大きな問題になってきちゃうんですよね。その点、忍者学専攻している大学院生の方々は手に職もすでに持っておられるので、なんかこうたくましく、忍者のようにたくましく生きていけるようなそういう方々が多いので、ここら辺はね、まあ、完全に安心というわけではないけど、まあ、ちょっと普通の今までの学生よりはなんかこう安心できる部分も大きいのかなというふうに思う。あ、そこはそうですね、はい、まあ、これからもなんか忍者関係のお仕事の面で、はい、関わっていくとか、そういう展望ですか？それは引き続きやっていきますし、あとはちょっと今、主論で忙しいので、なかなかその発信活動みたいなところが、ちょっと今できてないんですよ、大学に入ってからあんまり。だから終わったらちょっとそれをやってみたいなと思ってるんですけど、まあ、特にその忍術書とかに出てくる内容とかを実験して動画に撮ってあげるとか、それすげえやりたいので。いやー、それもセンターで、そういう動画撮ってみたいんで。そうですよね。ね、うん、いやもう例えば、その、なんでしょう、もうくだらないので、全部ちょっと実験してみたくて、東流脱光忍びの巻っていう伊賀流忍者博物館に入ってる忍術書がありますけど、例えばその、壁に毎日毎日塩水をぶっかけて。あったね、そう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 、塩水ぶっかけてね。穴が開きやすくなって、侵入しやすくなるっていうのがあるんですけど。あれは何なんだろうね、漆喰に塩分をかけると腐食するのだろうかね。そういうことなのかなと思う。ちょっとそれも全部作って、壁作ってやってみたいなと思って。あ、今ここ自宅で配信してるんですけど、うちの家江戸時代の家なので、どうですか、漆喰に塩水かけてみますか？まだ言っちゃいますけど、大丈夫。うちの家を実験台にして。ぜひ高尾先生にもどんどん出ていただいて。もともとボロボロの家なんで。なるほど、やりたいです、やりたいです。そうですね、やっぱり日本人と道具っていうのかな、そういう観点から忍術書を一回分析してみるっていうんでしょうかね。まあ、非常にその高度な道具っていうよりも素朴な道具でいろんなことをするっていう、一つの道具でもいろいろな目的で使えるとか、かなり臨機応変にこう道具を使うっていう部分が多いですよね、忍術書の道具でね。だからなんかそういう今すごい高度な道具ばっかりになってますよね、スマホだとかパソコンだとか今はね。でも昔は素朴な道具でいろんなことができていたわけであって、でそのことの、一つの、例として忍術書っていうものに、注目してもいいんじゃないかなと思いますし、実際忍術書に書いてあるものをね、実際やってみるってすごく面白い試みだと思いますので、高丸くんをね、YouTube のねチャンネルを持っていらっしゃって、忍チューブっていうね、はい、そうです、はい、でそこで紹介されるってことですかね。そうですね、そこでちょっとやっていきたいなと思って。はいはいはい、わかりました。どうですか、みんな、喋り足りましたか？あ、全然、はい。もう思い残すことないですか？大丈夫ですよ。はい、はい。じゃあ、これぐらいで、お開きにいたしましょうか。はい。はい。あ、どうも。どうも、今回は、ありがとうございました。三重大学大学院人文社会科学研究科地域文化論専攻で、忍者学コースに在籍されています3年生の、高丸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。